ここは美容外科医のドラゴン細井さんのご自宅。仕事を終えたドラゴン細井さんがご自宅にゲストを迎えて、美についてちょっとした発見、出会いを模索します。人生クリエイティブ、今宵どんな発見と出会いがあるでしょうか。結構これちょっと強くないですか。うん、強い。なんかちょっと酔っ払ってきた。まあちょっと結構まあインスタグラムとか、うんうん、質問箱とかやってると、うんうん、小さい頃どんな子だったんですかとか、またその小学生、小中学生とか、はいはい、どういう感じだったんですかって、はいはい、もうやっぱりその、まあ、多分塾やってるのもあって、うんうん、聞かれたりするんですよね。やっぱその親御さんが結構興味あるところなんだろうね。結構多分お子様いらっしゃるフォロワーさんだったりとか、うん、これ見てる視聴者の方も結構いると思うんで、塩崎先生は実際、まあ、ちっちゃい頃、まあ、小学校入る前、うん、で、はいはいはい、就学後、うんうん、どんな感じだったんですかね。そうね、うちってほら両親が医者で兄貴が医者だったりとかさ、やばいっすね、おじいちゃん医者だったりとかさ、はい、いろいろあったんだけど、なんか多分世間のイメージだと、なんかその YouTube のコメントでもあったんだけど、めちゃめちゃ多分こうハイプレッシャーな家庭だったんじゃないかって思われたんだけど、全然そんなことなくて、うちって東京の西の方で、まあ、一軒家があってそこで住んでたんだけど、まあ、庭付きの普通のお家で、結構ね、野山駆け回るのが好きだったんだよね。へー。出身東京都なんだけど、意外とその近くはね、川が流れてたりとか、なんか虫がいたりとかね、虫が好きだったんだよね。それで12月も僕らと一緒に野山を駆け回ろうとして、それトレイルランでしょ。そうですね、ちょっとね、今回ねついに塩崎外に出る。そうそう、じゃあ小学校とかそのもっとちっちゃい頃とかって、うん、結構外で遊んでる子供っていう感じなんですか。庭にも一人行ったりとかしてたんだよね。そうそう、まあ、さすがに庭だからそんなでカブトムシがいるわけじゃないんだけど、はい、なんだけど俺が好きだったのはね、生き物なの、やっぱり、虫だったりとか、そうそう、いろんな生き物やっぱ飼ったし、多分かわいそうなことして殺しちゃった虫もいっぱいいるし、はい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 、そうそう、まあウサギ飼ってみたりね、犬飼ったりカメ飼ったり、動物が好きだったんだよね、何度も言うけど。例えばですけど、うん、その幼稚園の先生、当時の幼稚園先生が、はいはい、こう例えば連絡帳みたいのにどんな子ですって書くときに、はいはい、なんて書かれる感じの子供だったんですか。俺ね、それ覚えてるのはやっぱ昆虫博士のマスタカ君って書いてあったんだよね。そう、多分これ虫キングですか。これ当時はなかったの、虫キングなんて。そう、これなんとか虫だからとか多分よく知ってたらしいんだよね、はいはい、あんま覚えてないんだけどね、はいはいはい、なんかその父親とかと話してても、お前なんかその一緒に別荘があったんだ、伊豆に、うん、で別荘行くと、これは何とか虫だからとかに捕まえてきたりとかしてたよとかって言われて、え、今虫なんか触らないんだけどさ。で、それがまあだんだん、まあ移れていくもんじゃないですか、大体移れていくね、うんうん、で、小学校、高学年とかになると、例えばどういう、まあこのクラスとかの立ち位置っていうか、学園ヒエラルキー的なやつってどういう感じなんですか。うちの小学校はあれだったんだよね、私立の小学校でさ、はい、結構ね、今でいう進学校の小学校だったんだよね。へー。そう、国立にあったんだけど、はいはい、だからそこはね、実は成績別だったの、クラスが。え、小学校から。そう、あるんだよ、それが。そんないきなり日農家みたいなことあります。いや、まさに日農家の地区だったんで、習熟度別クラスって名前だったっけな、はいはい、で、成績良かったから、まあやっぱね、小学生なんだけど成績がヒエラルキーなのよ。面白いでしょ。そう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 。怖っ。怖いよね、普通、はい、ほらなんか運動は足が速いとかさ、はいはいはい、なんだろう、顔かっこいいとかさあると思うんだけど、成績だったんだよね、うんうん、だそういう意味じゃ割とそのなんつうの、あんま不自由はしなかった気がする。あ、何の不自由ですか。そのなんだ、女性の。いやいや、小学生だから。そうそう、モテた、モテました。どうだっけな、そんなこと考えたこともなかったよね。うん、あ、本当ですか。でもね、体もちっちゃかったし、ちょっと小太りだったしね、多分そんな自信満々のタイプじゃなかったよ、りみたいに。いや、俺別に自信満々とまだ言ってないですけど。でもやっぱり視聴者さんたちがね、興味あるのはね、まあ、やったらドラゴン細井が、はい、いわゆるこうミニ竜だった頃はね。まだ川で釣れる時ですね。そう、川で釣れる時は、はい、どんな子だったかっていうことだと思うんだよね。はい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 、やっぱ俺はその龍のお父さんもお母さんもお会いしたことあるんだけど、まあ、お母さんとかね、細井龍の母でございますっていう感じの、はあ、すごいこうなんかこう丁寧な方だったんだけど。ユーチューバーですかね。いや、キャラ作ってるんですかね。お母さん。はい。そんなキャラだったとは思ってないんですけど、ね。お父さんもね、いつも龍がお世話になっておりますみたいな感じでね、はい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 、そう一緒にすね下でね、お茶飲んだんだけど、はいはいはい、そうそう。時々ね、お父さんとこうホテルで2人でお食事をさせていただいたりしてるんだけど、はいはい、どんな子だったの。どうだったっすかね。ちっちゃい時好きなものは、
あのザク先生虫とか動物って言ってじゃないですか、うん、僕は結構やっぱ電車と宇宙ですかね。やっぱそこに思考って出るんだ。やっぱ出ますね。面白いね。いや虫とかはまあ要はちょっと虐待する対象でしかないかわいそうなことにちょっとやっぱアリさんとかダンゴムシさんでこう命の尊さを学ばせていただくよ、ね。まあ、そうだよ、それはそうだよ、はい、ちょっとねやっぱり電車は好きだったのと、はいはい、宇宙が好きで、やっぱりそのジグソーパズルちっちゃい頃やらされるじゃないですか。やった、うん、だからそれの、まあ、ある程度のかなり多かったですね。300とか400ピースみたいのを結構早い段階でできるんですけど、やっぱりその得意な宇宙のものとかはできるんですよね、好きだから。宇宙のパズルって星座とかってこと？要は太陽系の、はい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 、こう手前から太陽があって、まあ、あの水星、水金地火木っていうはい、はい、当時はまだ冥王星があるようなパズルが、はいはいはい、今ないからね。まあ、今とかだとその雲門とかから出てるじゃないですか。そんなあるんだ今。ありますあります。要は何ピースみたいのがあるんですけど、はいはい、だそういうのを、まあ、よくやってた。やっぱりまあ親は結構やっぱ教育熱心だったのは熱心だったんで、うんうんうん、やっぱりその知育みたいのもやってますし、うんうん、クモンであとは家ではジグソーパズル、はいはい、まあ、そういうのは結構 やらされてたに近いですね。はいはいはい、はいはい、結構教育熱心だったんだよねお父さんお母さん多分ね。まあそこまでお金をかけてるかというと、はいはい、そうじゃないと思うんですけど、自宅内でできるまあ限りのことは、はいはいはい、まあ芽生えとかそういうものも含めて、芽生えってあったね。そうなんですよ。まあそういうのも含めて結構その多分僕長男なんで、うんうん、要は母親も父親もトライアンドエラーしてたと思いますね。はい。でまあそのキャラ的にはどうだかっていうと、うん、あれが好きだったですね。やっぱそのウルトラマンが好きだったんで、はいはいはい。そう、大体あの写真が全部こうなんですよね。はい、ほぼ写真こうやってるんですよね。そう、スペシウム光線出してるんですよね。へえ。そうだからまあその庵野さんがその新ウルトラマンやったじゃないですか、はいはい、最近。新ウルトラマン。はい、うんうん。ちょっと感動しましたよね普通に。あれ面白かったよね。いやあれ俺だろうと思って。どういうこと俺だろうって。俺が主演だろみたいな。そうなんですよ。だからその、うん、まあ。ゾフィーっていうゾフィーっていうのが出てきて、ね、そうですね、うん、がその要は地球をね、まあ、そのもう滅ぼすためにあ、まあ、ゼットンっていうのを打ち上げてっていうのが天体制圧用兵器です。そうそうなんですよ。そうそうそう、あるんですけど、そうそうそう、いやもうこの胸厚な設定何みたいな。あれはねめちゃくちゃ面白かった。わかります、うん、見た。俺も見たのあれ。あ本当ですか。そうそうそう、感動しちゃったよ。結構感動しましたよね。ゼットンってさ悪い怪獣だったんだよね。そうですね、あのウルトラマンや 殺しちゃうんだよね。もう最終話ですからね。そうそう、あれをこうねゾフィーっていうかゾフィーがね持ってくるんだよね。そう、実は仕向けてたみたいな。そう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 、何このアンニュイな設定と思ってひどいみたいな。そうだからまあそういうのが好きな、まあ、普通の子供なんですけど、はいはい、なんかこう変なことをして目立ちたいみたいな、うんうんうん、いや今と変わんねえじゃねえかみたいな。三つ子の魂100までかもしんないですよ本当にね、はいはいはい、なんかやっぱりその人目に引く行動をしたいっていうなんか印象があったっすかね。やっぱ YouTuber としてのドラゴン細いのルーツはそこってことなのかな、やっぱり。いやまあだから結局その規模が大きくなっただけで、要は時代にそぐっただけで、はい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 、幼稚園に行ってた幼稚園の中で目立ってた自分のそのソーシャルの中ですよね。あのプラットフォームが変わっただけ。そう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 。なんで今はネットの時代なんで、ネットで目立ったら面白いんちゃうかみたいな。30超えてね。そうそうそう、同じことをね。もう一回人生あったとして、うんうん、まあ次、まあこのルートじゃなくて全く違うご家庭に生まれたとした時に、はい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 、何目指してたかなとかってあります？ね、すごいつまんない回答しちゃうとね、やっぱりね紆余曲折してね同じルートになるんだと俺は思うんだよね。ああ、なるほど。医者やって形成外科やってやっぱり美容外科やってる気がする。へえ。そう。これなんでかっていうと、やっぱこの医者っていうこのサイエンスの部分と、この美容外科っていうそのアートってなんだけど、はい、このクリエイティビティがあるじゃない。はい。でこんな面白いこと僕ないと思うんだよね。あ、他の職業に見出せないってことなんですね。そうなの。あ、これがこの面白さがね。はいはい。例えばその物を作るそのクリエイティブな仕事ってやっぱその映画撮る人だったりとかさ、うん、あるいはそのなんだろう、その工芸をなくする人なんかもそうだし、あるいはなんかもっとサイエンスに振ったなんかの研究する人って全部素敵だし、全部こうなんか興味はあるんだけど、はい、なんかこのバランス感、いやそれね、そのね結局ね、うん、やっぱ収入のバランスも取れてるのが最高なんですよね。それ結構現実的なこと言っちゃうね。ちょっと現実的なんですけど、いやなんかやっぱりある
るじゃないですか、もっとアーティスティックなこととかあるあるあるんですけど、やっぱこうステイブルじゃないっていう感じがしちゃうんですよね。だから美容外科ってアートサイエンスそしてインカムっていうこうなんかなんかこうエンジョイメントのところと、まあその要は人生をこうね、あのスタビリティの意味ですごいバランスがいいんですよね。バランスいいよね。どう、リュウなんかある？逆になんか全く別のところで生まれたら政治家？ああ政治家ね、政治家とかおもろそうだなって思いますけどね。なんかさ、まあなんていうの、こうベンチャーっぽくてあれなんだけど、はい、リュウとかなんか別に今から政治家やりたいって思ったら多分なんとかなっちゃうんだろうなって俺思うんだよね。政治家はね、やっぱりその経営者の中でもやっぱ最終目標にしてる人って結構多くて、ね、はい、なんかやっぱその最終的には日本良くしたいみたいな人もいると思うんですけど、まあ実際そのまあ面白そうだなとは思いますよね、はいはい、でも俺思うんだよね、みんなやっぱエリートだしさ、きっとね育ちなんかもこう俺たちに負けず劣らずお坊ちゃんだと思うんだ、はい、彼らがやっぱさ、こう政治家になってうまくいかないような気がしちゃうのってやっぱ難しいんだと思うんだよね、政治家ってね。めちゃくちゃ難しいし、結局じゃあ僕はじゃあ政治家になりましたみたいな、はいはいはい、けど何も変えられないと思うんですよね。やっぱりね、上の層が厚すぎて、ドラゴン星はあんなこと言って結局しょぼいじゃねえかみたいに言われてるかもしれないよね。いやめちゃめちゃしょぼいどころか、やっぱりその10年20年みんな関係性を構築して、まあ例えばね、この間僕菅総理のあの友人としての言葉みたいな安倍元総理のね、あの YouTube 見て感動したんですけど、やっぱりまあその関係性、結局なんか個人間の関係性で日本ってできてるんだなって、確かにね思うんですよね、やっぱり。そうかもしれない。そう、結局はそれじゃダメじゃないかって思うけどね。そうけど、やっぱりその国政にまあかけた思いの長さみたいのが結局みんな共通してるわけで、例えば1年目の議員がおりゃとか言ったとこで、いやお前どんだけ考えたの日本、その総量みたいなとこって当たり前ですけど大事にされると思うんですよね。熱量だよね。てかそうじゃないとおかしいじゃないですか結局、まあね、うん、だから全然思ってるようなものとは違うのかなと思いますけど ね、そういう人生けどあってもよかった、例えば親が政治家とか、はいはいはい、な市議会議員だったりとかしたら、はい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 、そういう道もあったんかなって思いますけどね。確かにね、うん、実際そのね小さい頃の話聞いて、うん、でまあ別の人生だったらみたいな話を聞いて、うんうんうん、もしですよ、もし、はいはい、タイムスリップとかして、うん、もう自分の子供時代の自分に会って、はい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 、まあ、大人の正隆が、はい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 、こうマー君に会った時に、未来のお前だよと、そう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 、その時にまあ一言、要はまあ未来を変えない程度に、はいはいはい、こうなったぜって一言言って去ろうと思ったら、こうなんて言いますかね。それ難しいね。なんて言うかな。そのままでいいよって言うかな。ああなるほど。あの太い実家に身を任せ。めちゃくちゃ嫌みったらしい。やっぱその子供ってさ、子供なりに悩みがあったりするじゃない、はいはい、それは本当しょうもないことだったりさ、学校でお腹痛くなったらどうしようとかさ、はい、なんとかちゃんに嫌われたらどうしよう、はいはい、好きってバレたらどうしようみたいな可愛い悩みがいっぱいあるじゃない、うんうんうん、でやっぱその中にその大人になったらどうなっちゃうんだろうって悩みって実は昔からあったんだよね、はい、そうそう、今で言うその中二病かもしれないんだけど、子供ぐらいの頃、子供の頃からあの大人になったら何してるんだろうっていう悩みは結構大きかったんだよね。そうなんだけど、結局そのままそのままの君でいればそれなりに夢叶えて多分楽しくやってるよって言ってあげたいな、はい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 、あ、 その不安は大事なものだけど重く考える必要はないってことを話してあげたいかな。そんなのちょっと嬉しいですね、そのマー君からしたらね。でしょ、まあ、まずあれだよね、未来の俺だというおじさんが現れたら恐怖だよね。しかもこれかって思いますよね。そう、この日が来い。ムロツヨシやんってなるじゃないですか。いやいや、髪型だけでしょ。そうそう、なるほど。リュウだったらなんていうの。もう好き放題やってるんですけど、うん、だろうね、やっぱりいろいろもう本当にやっぱ社会に適合できないんですよ、あいろんな意味で、はいはい、なんかやっぱり小学校とかでもやたらめったら怒られるしもうやっぱなんかやらかしちゃうし、もうほんと中高入ってからもう本当に反省文とか親呼ばれるとか多くて、はいはい、マジで社会に適合できないんですよ。だから何かをすると問題になっちゃうんですね、はいはい、だから俺は親呼ばれたこと一回もないからね。いや呼ばれないでしょうね、うん、なんかこのエネルギーが止まらないというか、あーなるほどね、そう、要は発散する方向を間違っちゃうと、うん、要はなんかこう例えば物が壊れたりとか、あまあまあ、人の揉め事、要は喧嘩になったりとか、うんうん、なんかそういうものになっちゃってて、だからすごいめちゃくちゃ怒られるわけですよ、当たり前ですけど、うん、そのために憂鬱なんですよね、やっぱり。やっぱ憂鬱な気持ちはあったんだ。いやだって俺だけ呼ばれるんですよ毎回。でやっぱり自分も別に怒られた
たくないし、例えば本当に中学校とかになると退学とかもあるじゃないですか。そうだね、確かに。そこら辺のやっぱりね、ソーシャル的なリスクもあるんで、やっぱやりすぎちゃいけないじゃないですか。やっぱ退学になったらやばいぞって気持ちはあったもん。いや、もちろんそれはあって、だってやっぱりね、あの親からしたらそれ大問題じゃないですか。そうだ。そう、もうだからいやどうしようと思うんですけど、やっぱりそのエネルギーが余ってるんで。なんか起きるんですよ、また歩いてると、はい、歩いてるとなんか蛍光灯がバーンって割れたりとか、何もしてないのにみたいなしてんですけど、いやどうしたのエアガンで撃ったりしてんですよ、そうそう、なんかそうボール蹴っ飛ばしたりとかしてんですけど、うん、なんか問題起きちゃうんで、うん、だけどまあそれ結局、まあ、いろんな大人がサポートしてくれて、まあなんとかここまで大人になって慣れたんですよ、うん、だからまあなんとかなるよって言ってあげたいですかね。なんかね、すごい不安な日とかがあった覚えがあるんですよ。あ、わかるわかる、うん、なんかその問題すごい起こしちゃって、はいはい、親と先生が電話とか話してる間とか、やだね、それ、めちゃくちゃやだ、めちゃめちゃやべえみたいな、やらかしたみたいになって消えてーみたいになってるわけですよ。もうマジこれうわーこれ1時間後やばいことになるやんけみたいな、そういう時にスッと出てって、いや大丈夫、あれいけっから誰このお兄ちゃん、そうそうそう、大丈夫大丈夫大丈夫、これなんだかんだね、みんなうやめになるから大丈夫みたいな、ずっとリーチって言い続けられるけどなんとか卒業できる、 OK みたいな、ちょっとあの不安感はね結構怖かったですね。まあでもある意味共通してるよね、これ我々の話ではね、そのベクトルは違えど、はい、そのままでいいんだよっていうことだよね。そうですね、だからそうそう、まあその多くのことに悩んでる人っていっぱいいると思いますし、ね、なんかもう終わりだとか、ね、もう無理だとか思ってる人いると思うんですけど、うん、まあなんだかんだなんとかなることの方が多いのかなとは思いますけどね。